こんにちは、まにこです。ご視聴ありがとうございます。今日は1ヶ月の運勢をルノルマンとタロットでリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。選択肢のカードは、左からライオン、真ん中がキリン、右がニワトリになります。で、もう1枚下にあるカードは、こちらのルノルマンカードなんですけど、今日は、これを1枚引いてキーカードとして、他のカードデッキを展開してそれと合わせてリーディングしていきたいと思っています。でタロットはその後で補足とかアドバイスとかメッセージをもらうというふうにしたいと思います。では3つのうちの1つどれかお選びください。お時間少々とります。お決まりになりましたでしょうか。では左から順番にリーディングしていきたいと思います。ライオンを選びいただいた方のリーディングになります。キーカード、船になります。まずキーカード、船ですね。今回は、船の周りのカード、これを中心として全部で9枚を展開しています。ここにもねちょっと書いてあるんですけど、旅、前進、報酬、その他には、船のキーワードとして夢とか冒険、あとはチャレンジかな、あとお仕事を指す場合がありますね。フリーランスのお仕事とか、あと外国とか外国人、挑戦っていう意味からね、スキルアップとかそういう、意味もね持たせてあるようです。で今回この船を中心に他を絡めていきたいんですけど、まずですね、この太陽ですね、成功を約束されたようなね、なんか全てにおいてうまくいくようなね、そういうことをね、示すカードなんですよね。人を指す場合はエネルギッシュとかね。で、その下、紳士のカードですね。恋愛の場合は、恋愛のお相手で、周囲の人間関係とする場合は、そのように見ていきます。で、ユリですね。ユリはまあいろんな意味があるんですけれども、長く続けること、続けてきたこと、そういう感じで見ていくんですけれども、これお仕事としてね、船を捉えると、ここにねかかると、長く今まで続けられてきたこととかね、期間はそんなにね、まとわなくても円熟味を増すみたいなね、ベテランの域に達してきたとかね、そういったことにも考えられるかなと思います。でここが祝福の花束ですよね。なんか全体的にお仕事っぽいかと思わせておいて、指輪とかね、まあ紳士も出てるんでね、恋愛で見ていただく場合にも、太陽もありますし、長く続く関係みたいなね、そういう感じにも見えますね。祝福もありますね。で特に恋愛ではない場合も、経験豊富なっていう感じになるらしいので、特にね恋愛じゃなくても、お仕事とか趣味とかでも、長年ねやってこられた
先輩みたいなね感じかもしれないですね。でそういった方がキーカードの近くに出ているので、スキルアップとかまたはねお仕事でね何か、一生懸命ね頑張られている方、周りの先輩または上司とかそういう方かもしれないですけど、うん、まあ師と仰ぐ方かもしれないですね。そういった方との、関係を示しているようなんですね。うん、ここにちょっと蛇があるのがね気になりますけど、今までこの来た道をね一つずっと続けていくっていう選択肢もあれば、もう一つねプラス何かを始められる、うん、そういう可能性もありますよね。何も今までの全部ね捨てなくても延長線上でプラス新しい何かみたいなことも考えられますよね。で太陽は成功ですし花束で祝福されされてますから、うん、まあ結構大変なは大変だけどその分頑張りがいがあるし、何かね結果として出た時の喜びがね大きいし、またねその見返り報酬っていう意味もありますからね、うん、そういったものもあるんじゃないかと。で恋愛とか人間関係の場合ですね、うん、手紙があるのでね、言わなくてもわかるだろうみたいなことではなくて、なるべく、遠方とかねあんまりしばらく会わないのであれば、それこそ、オンラインでのねやり取りでもいいので報告連絡相談をする、そんな感じですかね。うん、そのように今回ははい見えます。この蛇ちょっと気になるんですけど、うん、なんかあんまり邪魔が入るっていうよりも、単にここのね、選択で結構大変な思いをされる、そういう感じがしますね。うん、まとめると、うん、何かね、新たな挑戦とかね、そういったことがある方は、なかなかね、大変な決断をねされるかもしれないし、それは本当にねなかなか決めがたかったり、もしかしたら険しい道をねここ山がありますけど行く可能性もあるんですが、それが結果となって出てきた時はとても大きな祝福を得られると。で、ただね名誉だけじゃなくて、それに見合った報酬もあるのではと。はい、きちんともらえるものはもらえそうな、そんな感じですね。あのお仕事のお金とかそういうことじゃなくても、経験としてねとても大きなものを得るとかね、うん、またはね人脈を得るとかね、そういうことも考えられますよね。で、そのためには、ためというか、うん、何かねやっぱり困ったことがあったら師と仰ぐ人または先輩、そういった方にね相談されたり、何かあったら報告、そういうものを怠らない、連絡をねきちんとする、それが大事なのではないかと。はい。で恋愛の場合はですね、うん、太陽が上に出てますし、今回ね淑女のカードは出てないですけどね、うん、だからご本人との距離感っていうのはわからないですけど、ここに花束太陽と絡めて考えるとかなりねいい感じの、うん、雰囲気ですよね。なのでそう、恋愛の場合でもやっぱり、もしね離れたりあまり会えない期間があるとするなら、うん、ちょっとしたね日常のことでもいいのでね、ちょっと報告がてら連絡まめにしてみるとか、そういうことが
大事なのかなと。はい、そんな感じがします。なので、そうですね、タロットの方は恋愛とお仕事と、その他の人間関係を、まあ、それぞれカードで出して見てみますかね。はい。左から恋愛、お仕事、人間関係で引いています。左の恋愛のとこですね、ちょっと 絵が怖いんですけど、これはワンドの10番ですね。何か重荷に感じてたりね、そういう時に出てくるカードなんですよね。ちょっと頑張りすぎちゃって手に負えないとかね、そういうこともね意味するんですけど、まあ熱意からね、あれもこれもっていう風に頑張っちゃうんですよね。そういうカードなので、恋愛にね置き換えると、相手に尽くしすぎちゃうとか、そういうことあるんですかね。相手がどうこうっていうことじゃなくてね、ご自身の、重荷みたいな感じでね出ているので、何かね一生懸命ね、してあげたいって思ってもね、それはね、ご自分のこともね、お仕事とかもねあるでしょうし、ほどほどにっていう、そういう感じにね取れますね。だから、まあそれをちょっと注意しているようなカードです。もう一枚アドバイスで引いてみますね。恋愛、はい、これですね。ワンドの5番ですね。恋愛でこのワンドの5って、まあ勝ち取るっていう感じですけど、切磋琢磨とかね、もしかしてお付き合いしてる方じゃないのかな。なんかね、まあちょっとあまりおどろおどろしい感じじゃないんですよね、このワンドの5番はね。戦うって言っても、なんかねイメージは体育祭なんですよね。そういう命を取る取らないの話じゃなくてね、お互いにね切磋琢磨して成長するようなね、そういうカードなんでね。なんかもしかしたらお相手の方、とってもモテる方で、そこのライバル争いみたいなね、そういう感じにも受け取れるんですよね。ワンドはね、情熱をね表したりするので、まあそれがゆえのこう抱え込みすぎたりね、気持ちがあまりにもあって頑張りすぎちゃうってことでもあるんでね。まあやっぱりね、そこをねほどほどにと、気をつけるようにと注意されてますけれども、なんか結果的に勝ち取るっていう感じのねカードなのでね、まずお体もね心配ですからね、気持ちの方のね、重圧なんかもね感じると辛いんでね、ほどほどにと、そんな感じのメッセージですかね。ただあなたの勝利をね暗示するようなカードなのでね。で、お仕事ですね。お仕事または勉強、これコインってなってますけど、ペンタクルのクイーンですね。ペンタクルのクイーンってなんか豊かさっていうかね、そういう象徴のカードなんでね、まあ既婚女性で言ったら専業主婦みたいなね、ちょっと裕福な感じの象徴らしいんですけれども、またはね保守的とかね、あとまあこう母のような優しさでね育ててくれるようなね、そういうカードなんですよ。で、だからさっきルノルマンだと、何かねあったら
自分よりもね、目上というかね、師と仰ぐ人または先輩、そういう方にね、まめにね、ほうれん草ですね、報告連絡相談みたいな形で、やったらいいんじゃないかみたいなね、ことをお話しした気がするんですけれども、あなたもね、なんか周りをね、周りから頼られてね、そういう存在みたいなのでね、だから結構ご自身の方でもね、周りの面倒を見ながら大変なね、感じがあるので、そこをね、気をつけた方がいいかなとは思うんですけれども、あんまり無理しないようにね。ただね、お仕事順調そうな感じですよね。お仕事自体にはね、何にも、特に問題はなさそうですね。はい。では、人間関係かな。これね、お疲れのカードなんですよね。ソードの4番。ちょっと休みたいな、みたいなね。そういう時に出てくるカードなんですけれどもね。お仕事じゃないや。人間関係ね。人間関係で、ちょっと疲れちゃったな、っていうことはおありなんですかね。ちょっとね、距離を置いて、一回休んで、元気になったらまた戻ろうみたいなね。そういう感じだと思うのでね。今ね、これ撮ってるの4月の下旬でね、5月をね、思いながら撮ったんですけど、ご覧になってるタイミングがね、いつかはわからないんですけどね。もしね、近くまとまったお休みがあったりとかね、する場合は、少しね、今までだったら、ね、人と会ったりとかしてたところをね、まあ今こんなね、例のウイルスの問題もありますしね、ちょっとね、自分の時間っていうものをね、持ちやすいかと思うんでね、無理をしないで、お休みして、リフレッシュして、またっていう感じのカードですね。はい。アドバイスもう一枚引きますね。ですね。また4番ですね。カップだから、これは、なんかちょっとやっぱりね、お疲れなんですかね。ちょっとね、なんか新しいことにね、手をつけるのを躊躇するような、そういう迷いがね、ある時にも出たりするんですよね。自分の気持ちとかね、他人の気持ちとかね、気づいてない感情とかがね、あるっていう風なメッセージをね、くれることもあるんですね。別にね、何か事件があったわけではなくても、なんとなくこう、惰性でのね、お付き合いとか、そういうこともね、暗示するかもしれないんですよね。まあだから、ちょっとね、先にね、このお疲れのカード出てますし、こっちは倦怠感ですね。だからまあちょっと今はとにかく休んだ方がいいと、そんな感じがしますね。でね、またちょっとね、一歩引いてね、ちょっと距離を置いて離れてみると、また客観的に見れることもあると思いますしね。一旦そうして距離を置いて休んでから、またね、意外と見つめ直してみると新たな発見とかあるかもしれないですよね。なんかね、ルノルマンの方のキーカードでね、船が出てるのでね、とっても前向きなキーカードが出てますのでね、何にしても、明るい展開に向けての休息。次への一歩のための休息。そのように、考えていただければいいのかなと思います。まず、もう無理しないことですよね。もう、それ以外はね、もう頑張りすぎちゃうこと以外は、結構順調そうなので、さっきのルノルマンの結果にしてもね、そうですし、とにかくなんか調子がいい時って、結構頑張りすぎちゃうこともあるかなと思うのでね、そういう時こそ気をつけてみるとかね、していただけたらいいかなと思います。はい。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。キリンをお選びいただいた皆様のリーディングになります。キーカードはハートになります。
はい、ではキリンをお選びいただいた皆様のリーディングですね。キーカード、ハート。ちょっとこのカードにもね、書いてありますけど、愛と優しさは至るところにあります。で、その他にはですね、愛情そのものとか、情熱、恋、あと夢中になれることとかものとかね、感情そのもの、そういったことを象徴しているカードです。でね、今回淑女が横に出てますよね。このキーカードを中心として、今回9枚をね、展開してるんでね、ここがこの1ヶ月の、テーマ、そのようにね、見ていこうかなと思うんですけど、ご自身を表すね、淑女のカード、男性も女性もご自身と見ていただきたいんですけど、象徴カードとね、一緒に出てくると特にね、意味がね、強まったりするらしいんですね。何か一生懸命やってることとかね、ある方でしたら、まずね、そのことを強く言われてるのかなと思いますね。ちょっと普通にね、素直に見ると恋愛なんかもね、象徴しますし、この十字架ね、十字架とハートが合わさるとね、運命のね、お相手とかね、そういった意味にもなるんですよね。で、ここに怒りが出てるんでね、怒りはお仕事を指したりしますので、お仕事をね、一生懸命頑張られてる方、もうそれこそ、好きなことを仕事にしてるみたいなね、そういう方のね、可能性もありますよね。でね、ここ太陽なんですよ。さっきも太陽出てたんですけど、ね、成功とかね、これはね、何もかもうまくいくようなね、そういうことをね、言ってくれてるカードなんですよね。だからまあ、お仕事と考えると、とてもね、楽しんでというかね、一生懸命夢中になってね、苦労も苦労と思わないようなね、まあ大変なことがある中でも、苦労とも思わないぐらいにね、夢中になって一生懸命頑張ってることで、結果を出すと。そんな風にも見えますね。まあ、単純にね、ハートと淑女をご自身のごとと結びつけると、まあ恋愛中とかね、愛情が深いとかね、そういった感じにもなるのでね、恋されてるんですかね。でね、これとか、この樹木ですね。一緒に、山かな、山かな、山かな。ゆっくり、じっくり育てるみたいなね、そんな感じなんですけど、ここにコウノトリありますよね。で、コウノトリでね、なんか赤ちゃんいますけど、そういうこともね、なんか思い起こさせるんですけれども、ただね、これイコールすぐにね、赤ちゃんっていうことじゃなくて、もちろんそういうね、場合もあるかもしれないんですけど、この場合はですね、何かやっぱりお仕事上のこと、何か新しい局面にね、何かが変わって、新しい局面にね、行って、それがなかなか困難を伴うけど、逆境に強いあなたが、そこで、やってのけてしまうと。そういうふうにも取れますし、恋愛とかですと、関係が変わるっていうね、意味にもなるらしいんですね。ここ道がありますしね。何かそれまでのお相手との関係から、それこそ恋にね、発展するとか、まあ、恋愛中だった方でしたら、ご結婚をね、意味したりすることもあるかもしれないですよね。まあ、結婚を考え始めるみたいなね、そういうことかもしれないですね。でね、なんかこの、お仕事も順調、まあ、順調ばっかりじゃなくて、困難を乗り越えた後の成功なんでね、順調そうですし、なんかね、結構言うことないぐらいですよね。ただやっぱりその何か大きなものを得るためには大きなね、困難もあると。ただ逆境に強いあなたなので大丈夫でしょうと。そんな感じね、なんですよね。時間はかかりますけど、その分手応えも大きい。そんな感じに見えます。
なんか特に言うことなさそうなぐらいいいですよね。タロットの方からは恋愛、お仕事、人間関係、そんな感じで、見ていきたいと思います。これだと特に人間関係っていう感じがね、ないんですよね。だからもう意外とね、なんかいろいろ順調だから、逆にね、ちょっとなんか一言欲しいですよね。はい、ではタロットで見ていきたいと思います。では、恋愛、お仕事、人間関係で見ていきたいと思います。なんかさっきもね、ここにこのカード出たんですよね。面白いですね。まず、恋愛、大アルカナの隠者ですね。これね、恋愛だとね、初恋がね、実るみたいな、そんなね、意味もあるらしいんですよね。さっきルノルマンの方でね、長く育むみたいなね、時間をかけて育てるみたいなね、それをこの恋愛の隠者とね、絡めてみますと、初恋を実らせるみたいなね、感じなので、長年こう思っていたお相手と、ここへ来てね、進展があるのかなっていうふうにね、思いますね。ただなんかこのお相手の方、隠者が象徴するね、意味からね、考えると、とってもね、落ち着いた方、年上のね、方とかね、精神的に頼れるような、そんな感じのお相手のようなね、気がしますのでね、それこそね、遊んでるようなね、そんな感じの人と違うんでね、恋愛モードになってね、関係を深めるっていうのは、なかなかね、きっかけとかもね、難しいのかなって思うんですよね、そう考えるとね。だから、お互いをね、きちんと理解し合って、きちんと関係を築いた後での恋愛関係が変化していく、コウノトリが出ていたように、そんな感じなんですかね。何にしてもね、ちょっと楽しみな感じですよね。思い当たる方がね、いらっしゃれば、あんまりそう心当たりがないっていう方のためにもう一枚ね、引いてみますね。これですね。なんかね、カップのクイーンもやっぱりカップって、その人の気持ちとか感情とかのね、結びつきのあるね、スートなので、やっぱりね、隠者とね、少し、近いっていうか、精神的な部分でのね、結びつきっていうかね、そういうことを示してますよね。ここにもね、なんかさっきのルノルマンのね、象徴カードと同じようにね、愛情豊かとかね、そういうことを意味するカードが出てきてるんでね、この1ヶ月はね、やっぱりこのハートが象徴するように、どちらかというと愛情面にフォーカスした感じになるのかもしれないですね。やっぱりそのお相手がいる方でしたら、コウノトリで出てたようにね、関係が変化してね、次へ行く可能性もね、ありますね。そういったお話が出るっていう段階ですかね。出会いをね、求めてらっしゃる方もね、何かね、素敵な出会いがありそうなね、そんな予感がしますね。じゃあ次、そう、さっきもね、出たんですよね。ペンタクルのクイーンですね。職場で頼られるような方なんですかね、あなたもね。他人の面倒見るようなね、そういう感じのクイーンなんでね。お仕事特にね、順調っていうか、このカード自体がね、あなた自身をね、指すのであれば、周りからとても信頼されて慕われてる、そんな感じに見えますね。お仕事そのものというより、お仕事の関係の方、お仲間とかね、そういう方からの信頼みたいな、そ
そんな感じですね。では最後、人間関係ですね。カップのね、7はね、これ迷ってるカードなんですよね。前もね、なんか他のね、動画の時にね、お仕事関係でね、カップの7がね、出たんですけどね、その時はね、一緒に出たカードから、新たなね、人間関係、一度にこう、たくさんの人と知り合ったか何かで、その一人一人とのね、関係を築いていくのに迷われてるみたいなね、リーディングになったんですけど、今回はどうなのかな。さっきのルノルマンとね、合わせてみても、あんまりね、人間関係についてね、特に出てなかったんでね、もう一枚引いてみますね。はい、これですね。ペンタクルの10ですね。これね、コインなのでペンタクルですね。家族のね、カードだったりするんですけど、10番って割とね、カップとペンタクルがそんな感じなんですけど、これは特にね、継承とか受け継ぐとかね、まあ、相続みたいな感じですね。財産を相続して、それをまた元にね、発展させていくみたいなね。ペンタクルは特にね、物質のカードなのでね、これをね、出してくるっていうことは、こっちはね、順調そうなんだけど、だからまあちょっと取り越し苦労的なね、ところもあるんですかね。あなたよく気がつく方みたいなのでね、なんか先へ先へ一歩二歩先へね、思考が行ってしまったりとかね、もうスルーしていいよっていうことでもね、もう目についちゃったらね、もうどうしようみたいなね、気づかないふりするのが一番ねいいなって思う時あるんですけどね、そうできない人もね、世の中にはいるんでね、あんまり抱え込みすぎないようにね、ちょっと心配になっちゃいますけどね。まあそこまではね、このカードからは出てないですけどね。なんかやっぱりこう、大人数をね、まとめるようなね、そういう場面もあるかもしれないんでね。何しろ慕われる人なんでね。だからまあ、あんまりね、細かいところまでね、気をね、張らないでね、まあ、ちょっと自由にやらせてみると。そういうこともありなのかもしれないですね。恋愛がね、なんかもう何よりも順調そうだし、お仕事、職場でもね、人望が厚くてね、なんかもうカードからはね、言うことないぐらいにね、出てきちゃってますからね。逆にね、なんかお悩みが出てね、らっしゃる方はちょっとね、何のアドバイスにもなってなくてね、ちょっと申し訳ないんでね、他にね、何か気になる選択肢があった場合はね、そちらとも合わせてご覧いただいて、ちょっとヒントになるようなことがね、あればと思います。では、以上になります。ご視聴ありがとうございました。鶏を選びいただいた皆様のリーディングになります。キーカードは、クマですね。はい。では、鶏をお選びいただいた皆様のリーディングになります。キーカード、クマですね。このデッキ、ここにね、直に書いてあるんですけどね。喜びと強さをもたらしますが、近くに出たら妬みを表します。近くって宿女のことですかね。まあ、これにはそう書いてありますけどね。大体でも、クマはね、結構ちょっとポジティブな感じが多いですかね。宿女のカードが近くに出た場合はね、宿女の人となりみたいなね、感じで言うと、包容力とか母性とか、カカア殿下。カカア殿下って今時言うかみたいなね、ちょっと古めかしい言葉が書いてありました。はい。ですね、クマ。クマはね、これってちょっとお父さん的なね、カードなんでね、
特に今回ちょっと下にね、樹木と家が出てますよね。これとセットだとね、なんかね、一家の繁栄みたいなね、これ成長を表しますからね。なんかそういうね、ちょっとおめでたいね、意味もね、あるみたいなんですよ。コンビネーションで見ていくとね。でね、長く続く百合とかね、関係性が変わったりするコウノトリ、まあ移動とか変容のチームですよね、ここ。これもそうかな。なんかね、この安定感のあるカード、これもそうか。それと、この変化、変容、移動みたいなね、そういうのがここでぱっかり分かれちゃっててね、なかなか面白い出方してるんですよね。だからまあ、一家の繁栄、ここ塔も出てるからね。なんかね、そういうことに加えて、何かね、そう、変わることもあるから、ここですね。何かとっても大きなね、決断とかね、そういうものがね、この1ヶ月ある可能性もありますよね。ただね、この船はね、やっぱりスキルアップとかもあるか。夢とか冒険、旅、チャレンジ、そんな感じもあるんですよね。お仕事の場合はね、フリーランスとかでね、会社勤めじゃない感じなんですけど、これは公的なものを表したり、まあ家もありますけどね。で、これが家だったりすると、この家は何だって話で、これはね、ご自身のこと、まあホームって言い方するんでね、家に限らず、ホームとする環境、そういうことにもなるんですかね。だからなんかね、人生の岐路に立たされてる感はものすごいあるんですよ。だけど、ね、それはね、やっぱり安定につながっていくもののようなんですよね。でね、淑女と百合を絡めると、献身的だったり、まあ経験豊富って恋愛のこと言うのかな。なんかそういう意味合いもあるんでね。この大きな発展のためね、なんか割と献身的に貢献するっていうことになるんですかね。塔はね、これ単体だと、まあ公的な場所もあるんですけど、まあルールとか法律とかね、それこそ何か継承するっていうことでもあるんでね。まあ普通にね、素直に見ると、この家としてね、見るとコウノトリと船だから、ちょっと離れたところに引っ越すっていうこともね、考えられるんですけど、その場合も何か大きな発展を伴ってのことっていう気がしますよね。大変な1ヶ月になりそうですよね。ポジティブな感じで言うと幸福とかね、そういうことも意味しますんでね。そうするとこれですよね。何か大きな発展、一家のこれが。で、これ継承とか考えると、なんか長く続く名家の感じを想像してしまいますね。ねえ、お仕事だったらね、旅館とかね、そういう長く続いてきたところとかね、ありますよね。そういうところを受け継いで、まあ遠方にね、引っ越すことになって、人生の岐路。何かそういうこともあるかもしれないですね。大きな基盤を受け継いで、それは今生活しているところとちょっと離れているかもしれないんですけど、ただ何か大きなね、チャンスのようなね。そういうふうにね、まあ見えなくはないですよね。特にね、恋愛を示すようなね、感じもないので、タロットではね、恋愛と、まあこれ、お仕事と、お住まいと、そこ重点的にね、もう一回見て、で、人間関係と、そんな感じでやっていきたいと思います。
ではタロットになります。左から恋愛、お仕事、人間関係になります。人間関係のとこ、さっきのリーディングでも同じところに同じカードが出たんですけどね。で、恋愛ですね。大アルカナの吊るし人が出ています。これ単体でね、解釈すると身動きが取れないといった意味からね、中心に、いろいろね見ていくと思うんですけれども、今回ね、先ほどのルノルマンの展開結果と合わせて解釈しますと、特にね、恋愛や周囲の人間関係に関するメッセージがなかったので、ルノルマンとタロットと合わせた結果、今は特に強いメッセージがない、そのように解釈することができると思います。現在お付き合いしている方がいらっしゃる方についても、大きな変化、いいことも悪いことも含めてですね、何か事件があったりとか進展があったりとか、この1ヶ月はあまりないような気がする、そんな感じに見えます。新しい出会いを求めていらっしゃる方も、今はそのタイミングではない、そのように解釈できます。ずっとねこのままというわけではもちろんありませんから、今からだいたい1ヶ月ぐらいの間は、そのタイミングではない、そのように解釈していただければいいかなと思います。またいずれね、いいタイミングが巡ってきた時に関係を進展させるとか、新しい出会いをね、またそういう巡り合わせがね巡ってくることを期待してね、もうしばらくお待ちいただきたいかなと思います。お仕事はペンタクルの6ですね。このカードは奉仕とかの意味があるんですけれども、このデッキの絵だと食べ物を与えてるんですかね、何の虫かはちょっとわからないですけど、平等に、食べ物を与えている、そのような絵になっています。このカードをウェイト・スミス版だと、中央にこのね、あのカードデッキと同じく中央にいる人物が、目の前にいる人物にね、何かをね分け与えている構図になってるんですね。与えてる側はそれぞれ2人の人物に対して天秤を持って、同じ量、同じだけの量を、平等に分け与えている、そういう絵なんですけれども、受け取る側の方に注目しますと、一人は本当に困っている様子なんですけれども、もう一人はポケットに何かを隠してるんですね。実は今現在別に困っていないんだけれども、もらってる人がいるから自分も同じ量をもらう、それが、平等だと、そんな感じの絵になってるんですね。与える側からすると平等でも、受け取る側から見ると公平さに欠ける、そういったことを表すような深いメッセージがあるカードなんですね。お仕事を示すところにこういうカードが出ているので、割と順調なことは順調だと思うんですけれども、このカードに込められたメッセージをお仕事に置き換えると、仕事の采配とかそういうことにもね置き換えられるかと思うんですよね。マネジメント的な感じですかね。このカードの、分け与えている側のちょっと裕福そうな感じの人物ですね、これをあなたと見ると、人に何かをしてあげたい、平等なね扱いをしたり、そういった感じにも受け取れるかと思います。もしね、お仕事を割り振るような立場であるのであれば、その辺の公平と平等といったね、そのあたりのことも少し考慮して采配していただければ、そういうメッセージなのかなとも思います。お仕事の場合は単に量っていうことよりも優先順位とかもありますからね。その中で一人一人を見たりというのもなかなか大変なことだと思うんですけれどもね。でもあなたにはそういう能力があると、
そんな風に言われてるようにも思えます。特に悪いことも言ってる感じはないんですけれども、さっきのルノルマンの結果と合わせてみると、何か受け継ぐ基盤、それが大きかったり、前任者がとても優秀な方だったんだと思うんですね。で、どんなにね、次にね、来た後任の方が優秀でも、前任者のね、イメージがあるので、次に来た人がね、どうしても無能に思えるとか、まあまたはね、不満が出てくる、そういった人も中にはいるかと思うんですね。でね、そういう人って割と次に新しく新参者が現れるとね、その人をターゲットにしてまたいろいろあれこれ言うとかね、まあ世の中にはそういう人もいるんですよね、残念ながらね。誰が来ようと関係なかったりもするんですよね。まあ、そういう声はね、正しい評価とも言い難いので、もしね、そのような声が上がったとしても、あまりそこは気になさらないようにね、していただければと思います。お仕事ちょっと重圧がありそうな感じにもね、ルノルマンで出ていたんですけれども、同時にあなたにはできる、そういったメッセージのカードも出ていたので、お仕事そのものに関するメッセージっていうのはそれくらいかなと思います。念のためにもう一枚お仕事で引いておきますね。大アルカナのフールですね。このカードは自由とか無限の可能性、新しい始まりなどを象徴するんですけれども、お仕事の場合はまた新しいという意味で別のジャンルに転職とか、そういった感じに、受け取ることもできるかと思います。さっきのルノルマンと合わせて考えますと、ちょっと遠方にね、行く可能性もあるような感じで出ていたと思うんですね。大きなものを引き継いで、それをまたご自身が発展させていく。通常は大アルカナの方がね、メインで、小アルカナが補助的なカードをのような感じなんですけれども、今回ね、補助としてさっきのカードの後に引いてるんでね、ペンタクルの6の補助のような解釈で見てみますと、いろいろね、お仕事の上でもまたね、それに関わる人のこともありますからね、難しい面もね、たくさんあるかと思いますけれども、あなたはやっていけると、その能力があると、そのように、言われているような気がします。なので、自分を信じてほしいと、そういうメッセージなのかなと思います。フールは先ほども言った通り、新しいこと、始まりを示すようなカードでもありますので、心機一転、新しいことへの挑戦、そういう1ヶ月になるような気がします。なかなかそこまでね、現状とね、ご自身の現状とぴったり合わさるっていう方もね、いらっしゃらないかと思うんですけれども、何かね、ご自身の環境と、照らし合わせて応用が効くようなことがあれば、考えるきっかけの一つにでもなっていただければいいかなと、そのように思います。もしね、あまりにも違うかなと思われたら、よかったら他の選択肢もご覧になっていただいて、それでね、なんかぴったりくるようなことが少しでもあったら、それを採用していただきたいかなと思います。あとは人間関係ですね。これカップの7なんですけど、これはね、いろいろ迷ってるカードで、模索するっていうよりは行動が伴わないカードなので、想定するだけでね、いろいろこう現実味のないことを含めてね、考えてるっていう、まあぼんやり考えてるじゃないですけどね、そういった感じのカードなんですよね。人間関係なのでね、まあいろいろとね、模索しながら、その一人一人とね、まあ複数の人間と関わる場合とかね、それぞれとの関係を模索するみたいなね、そういうふうに、
取ることもまあできるんですけれども、今回に関してはルノルマンの方でも特に人間関係に関するメッセージが出てこなかったので、お仕事の関係と想定しますと、ちょっと交流を持つために何かね話題がないかなとあれこれね想定して、用意してるというかね、ネタを、そんな風にも見えますね。お友達とかを想定するとちょっとね、さっきもルノルマンの方でね何も特にねメッセージがなかったので、もう一枚引いてみますね。カップの4番ですね。このカードは倦怠感みたいな、そういったことを表したりするんですよね。カップの7同様に迷いを示すところがあるんですよね。この2枚どっちも行動を伴わない、そんな感じのカードですね。倦怠感マンネリのカップの4とさっきのカップの7を合わせると、何か新しいこと、面白いことないかなって探してるような感じもしますね。盛り上がるようなね、面白い話がいつもできないというか、面白いことないかなって探してる。単純に考えるとそんな風に取れるような気がします。特にね、さっきのルノルマンでもそうでしたし、このね、2枚のカード見ても、何か事件が起こるとか注意を促すようなね感じでもないので、あまりねそのあたりのことは気になさらなくてもいいのかなと思いますね。ご自身の状況としてそういうことが想定されるかなと、はい、そんな感じで出てきているんだと思います。もしねお仕事とかちょっと忙しくてお友達とかね疎遠になってる、そんな場合もね考えられますのでね、どうしても最近の出来事といったらお仕事の話ばっかりとかね、近況報告するとしてもね、あんまり面白い話聞かせられないなみたいな、そんな風にも考えられますね。何かね心当たりがおありでしたら、少しねお仕事ばっかりだとねちょっとね疲れちゃうのでね、リフレッシュして、はい、そのように、時間がね取れるといいのかなと思いますね。やっぱりねお仕事以外ちょっと停滞感ありますよね。恋愛にしてもね、その他の人間関係にしてもね、特に可もなく不可もなくみたいなね。まあでもこの状況がね一生続くわけでもないですし、直近のね1ヶ月ってことでね想定してみてますので、今はね逆に考えてお仕事がとにかく頑張り時と、そんな風に、カードが言ってきてるのかなと思います。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。